どうも皆様、こんにちは。マーヤです。はい、本日よりですね、新しく発売されましたエボルブをプレイしていきたいと思います。はい、まだですね、先ほどダウンロード終わって、インストールが終わりまして、チュートリアルを終わらしたところなので、まだね、ちょっと操作の方がいまいちよく分かってない状況なんですけれどもね、とりあえずマルチの方をやっていきたいと思います。で、今回はモンスター側ですね。モンスター側でプレイしていきたいと思います。皆さんも大体ゲームはどのような感じか分かってらっしゃる方が多いとは思うんですけれどもね。マルチプレイを基本としたゲームで、モンスター側とハンター側に分かれて、1対4。で対戦する非対称マルチのゲームですね。はい、ではね、とりあえずちょっとモンスターでやっていきたいと思いますよ。とりあえずモンスター側はレベルが3段階に分かれておりまして、レベル1、2、3という風な感じでレベルを上げていくんですけれども、もうレベル1の時はね、ちょっと弱いんで、ひたすらこの野生生物を倒して捕食してゲージを貯めることによってレベルを上げていくことができるというゲームですね。はい、なのでレベル1の間はひたすら逃げて食べるの繰り返しですね。まあ、この状態でハンターと戦うこともできるんですけれどもね、レベル1だとちょっと火力が足りません。でハンターに負けることの方が多いので、とりあえず進化させることをね、一番の目標として進めていこうと思います。おっと、ちょっと見つかったぞ。やばい。とりあえずね、ハンターに見つかるとね、フルボッコされちゃうんで、とりあえず逃げましょう。で、ハンターもね、4人いて、職業で分かれてるんですけれどもね、トラッパーというね、罠を仕掛ける職業がいてまして、この職業にね、罠を仕掛けられて、ドームを形成されて、逃げれなくされてしまうとね、ちょっと身動き取れなくなっちゃうので、とりあえず今は、逃げる方がいいですね。逃げて進化。でね、今ゲージが、この青いのがゲージですね。おっと、溜まったね。これで進化いけますね。はい、ではね、ちょっと安全な場所に移動して、進化したいと思います。進化するのにね、10秒ぐらい時間がかかっちゃうので、安全な場所で、進化しよう。ここでいいかな。よっしゃ、OK。あー、でもハンター来てるね。やばいぞ。で、進化することによって、このようにね、各アビリティにポイントを振り分けすることができます。よっしゃ、来たぞー。でね、レベル2、あと、ハンターいてますね。ハンターいてるな。やばいな、来てるな。どうしようかな。とっと。とりあえずね、レベルをもう一個上げたいところだけど、ちょっとね、見つかっちゃうと捕食できないので、とりあえずちょっと逃げよう。もうレベル2まで進化させるとね、互角に戦えるとは思うんですけど、ただね、ハンター側に上手い人がいるとね、まだ私初心者なので速攻でやられちゃいます。いいね、このおっと、死体がいっぱいあるな。これはラッキー。おっと、来たぞ。やばいぞ。逃げろ。ひたすら逃げろ。音が聞こえてるよね。よし、ここはもう逃げるに徹した方がいいね。
よし食わせろ、肉をくれ、肉をくれ。あと半分ですね、あと半分で、レベル3まで進化できたらもうこっちのもんですよ。もうこれハンターにはね、自分の場所、今どこの辺にいてるかっていうのはもうバレてしまってるので。素早くスピーディーに移動しながら捕食していくという感じでしょうか。肉をくれ、肉。こういうふうね、あの岩を投げたりとか突進したりとかっていったアビリティがありますね。でね、野生動物を倒すと、その肉をね、ついばみに来る鳥が寄ってきます。でその鳥がね、ハンター、鳥がねハンターに居場所を知らせるよみたいな感じですかね。おっと、よし、レベル3まで来たぞ。もうここまで来たらね、逃げる必要はないよ。今回操作してるモンスターがね、ゴライアスという初期のモンスターなんですけれども、よし、ハンターいてるぞ。よし行くぞ。おっと、いいわ。おっと、これですね、これでトラッパーにドームを形成されてね、これでちょっともう今逃げれない状態なんですけど、ただね、もうレベル3なので逃げる必要はありません。あとはね、ハンターたちをボコるのみ。よし、息の根を止める。よっしゃー、トラッパーを倒しました。でトラッパーを倒すことによってね、先ほどのドームが解除されるので逃げれるようになります。おっしゃ、オッケー、強いなーゴライアス、最高。おっしゃおっしゃおっしゃ、あとはよし、ボコるぞ。この岩投げが強い。おっしゃ倒した、息の根を止める。もうここまで来ると誰も止めれませんよ。あとはおっしゃ強いな。よし、さようなら。 OK、 メディック死亡でまだいけるのかな。 OK、 勝ちました、モンスターの勝利、初勝利ですね。やったぜ、めっちゃ嬉しい。てな感じのエボルブですね。いやー楽しいゲームだ。で、まあ、今回勝てましたけどね、なかなかね、これ難しいゲームなので、覚えることがまだたくさんあります。はい。でね、まあ、ポチポチ、やり方覚えながらやっていきたいと思います。エボルブ、なかなかこれ面白いゲームですよ。ただね、ちょっと難しいので、とっつきにくさはかなりあるとは思うんですけれどもね、おそらく、まだちょこっとしかやってませんけれども、やった感じでは、かなりのスルメゲーではないかと、やればやるほどうまみが出てくるようなそんなゲームではないかと思われますね。ただちょっと懸念されるのが、オンライン人数ですね。日本人の PC 版のプレイヤーが結構少なめだと思うので、この先セールとかで増えていってくれることを願います。ではね、やり方を覚えてハンター側とモンスター側で動画の方をどんどん上げていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。マーヤでした、ありがとうございます。
song ends, the weight is the